物の哀れは平安時代の王朝文学を知る上で重要な文学的美的理念の一つ。折に触れ、目に見、耳に聞く物事に触発されて生ずる、しみじみとした上手や無常感的な哀愁である。苦悩に満ちた王朝女性の心から生まれた生活理想であり美的理念であるとされている。日本文化においての美意識、価値観に影響を与えた思想である。 山和魂、山和心とも、ものの哀れは、江戸時代後期の国学者、元織織長が、著作、私文要領や、源氏物語玉の奥氏などにおいて提唱し、その頂点が、源氏物語であると規定した。江戸時代には、幕府の保護、奨励した、儒教思想に少なからず影響を受けた、完全懲悪の概念が浸透し、過去の平安時代の文学に対しても、 その儒教的概念や政治理念を前提にして評価され語られた時期があったが、この元織範長のもの物の哀れの発見はそういった介入を否定し、文学作品の芸術的自立性という新しい視点を生み出した。範長はそれまで一般的な他の文学作品同様に、源氏物語が時代時代の思想風土、 政治風土に影響されて、その作品の内在的な美的要素からではなく、外在的な価値観や目的意識から読まれてきたことを廃し、歌、物語をその内在的な価値で見ようとし、文芸の自立性という形中以来の新しい文芸観に基づいて、源氏物語における物の哀れを論じた。のりナは、源氏物語の本質を、 物の哀れを知るという一語に集約し、個々の軸、表現を厳密に注釈しつつ、物語全体の美的価値を一つの概念に凝縮させ、物の哀れを知ることは同時に、人の心を知ることであるととき、人間の心への深い洞察力を求めた。それは、広い意味で、人間と人間の住む、この現世との関連の意味を問いかけ、物の哀れを知る心そのものに、 ノリナガは美を見出した。ドイツ初期ロマン派の基本的心的態度を、無限なるものへの憧れと特徴づけ、ニーチェやキルケゴール研究者として知られる、和辻哲郎は、元りノリナガの解いた、もののあれ、論に触れて、ものの哀れを知るという無常感的な哀愁の中には、永遠の根源的な死亡あるいは、絶対者への移植の感情が、本質的に含まれているとも解釈している。 自然を愛し諸国放浪した歌人西行は、旅宿月と題する歌において、都にて月を哀れと思う日は、数より、他のすさびなりけり、都にいた折に、月を哀れと思っていたのは、ものの数ではないすさびであったと読んだ。これは西行が、自身が、都に住んでいた時に、月を見て、哀れと思ったのは、すさびイコール暇つぶしでしかなかったと演じ、旅路での情景への感動を読んだ歌である。 また、赤ずの水戸にて三種影よりも旅こそ月は哀れなりけれ、飽きることなくいつも、とでおいでいた月よりも、旅の空で眺める月影こそは、哀れ深く思われるという歌もある。月に、哀れを見た西行は、有限の境地を開き、東洋的な虚空、無を表現していた。西行と歌の贈答をし、歌物語をしていた病へは、西行が物語ったこととして、次のように述べている。 産業法執念に来たりて曰く、我が歌を読むは遥かに尋常に異なり。花、ほととぎす、月、雪、すべて万物の境に、向かいしても、およそあらゆるそうこれ、虚毛なること、目に遮り、耳に見てり。また読み出すところの喧句は皆これ、真言にあらずや。花を読むとも実に花と思うことなく、月をえいずれども実に月とも思わず。ただこのごとくして、縁に従い。 今日に従い、読み置くところなり、暮れないたなびけば、国空色どれるに似たり、白日輝けば、国空明らかなるに似たり、しかれども、国空は、ほも明らかなるものにあらず、また、彩れるにもあらず、我またこの国空のごとくなる心の上において、主樹の風情を彩るといえどもさらに昭和となし、この歌すなわちこれ如来の真の形態なり、妙恵伝、ありがとうございます。